はい、ゾウの部屋です。今回は、ライジン28、全試合勝利予想、見どころ、まとめ、話していきます。第1試合目は、ヤマス・ドミネーター・サトシ VS、底辺芸人・ケトル・ベトルです。こちらは、エリート・サラリーマンのドミネーター選手対、初 MMA のケトル・ベトルになります。体重は73キロ契約で、ドミネーター選手は普段から73キロはないそうです。見どころは、ブラック・パンサー・ベイノワ選手の初 MMA が、初ドミネーター、初ドームというところで、どこまで対応できるかです。木村・フィリップ・ミノル選手が、K1 から、MMA に初参戦した時は、たった一発のパンチで KO されてしまい、秒殺されてしまいました。そこから MMA 戦は行ってません。ベイノワ選手はどこまで対応できるか見どころとなります。勝敗予想ですが、願望はベイノワ選手がジャイアントキリングで勝利し、空手やキックボクシングのファンをライジンに取り込めるのが願望です。しかし実際は MMA はそんなには甘くなく、ドミネーター選手が一本勝ちすると予想します。2戦目です。ヘビー級対決、シビサイ・ショーマ VS スダリオ・ツヨシの対決です。これは実質スダリオ・ツヨシ選手の MMA デビュー戦となります。今まではプロレスラーが相手だったのですが、今回はようやく本格的な MMA 選手との対決です。石井サトシ選手が MMA デビュー戦で吉田秀彦選手とやったのとは打って変わって、スダリオ選手は守られて今まで育てられてきました。ここで初デビュー戦ということで、どこまでシビサイ選手の寝技に対応できるか、どこまでスピードが違うかなどを見ていきたいと思います。MMA のポテンシャルがある程度わかる試合となるでしょう。願望はスダリオ選手に勝ってもらって、将来的に石井聡選手とやってもらえればと思います。しかし、そんなに甘くはなく、実際の勝利はシビサイ選手だと思います。3試合目はいきなりの前座扱いで、ライジンフェザー級チャンピオン、斉藤豊選手 VS ブガール・ケラモフ選手の一戦です。こちらの見どころは、斉藤豊選手は外国人のプレッシャーに弱いという弱点があるので、そこを克服できているかどうかだと思います。もし克服できてないのであれば、早期決着でケラモフ選手のオーバーハンドで KO 負けする可能性があります。もしくは3ラウンド通じて斉藤選手が下になってしまい判定負けすることも考えられます。願望は斉藤豊選手の勝利です。ライジンフェザー級チャンピオンとして君臨してもらえればと思います。しかし実際の勝利予想はケラモフ選手の勝ちです。ケラモフ選手のスピード、パワー、フィジカル、そして三本仕込みの寝技など穴があまり見つかりません。ここは斉藤選手の本当に大一番になると思います。勝利した後に秋田健ジャンと叫べるかどうか楽しみな一戦です。4試合目ですが、元谷祐希選手 VS 岡田亮選手の対決です。ここの見どころは元谷祐希選手は井上直樹選手に秒殺されたりはしてますが、実は非常に実力の高い選手です。カイトラマンの影武者のどこでも勝利に秒殺するなど、確かな実力があります。ここで元谷選手が実力を見せるのか、それとも岡田亮選手がうまくずっと距離を取り続け、完封勝ちするのかが見どころです。願望としては元谷選手の底力を見たいので元谷選手ですが、実際は岡田亮選手が完封勝ちするのではないでしょうか。イケメン、色黒、インテリ、引率、怒り型ファイターの岡田亮選手の勝利予想です。5試合目、扇久保博正選手 VS 春日井寛天武史選手の試合です。こちらは扇久保選手が勝ちます。以上です。おそらく地味ワングランプリになるでしょう。次6試合目です。石渡慎太郎選手 VS 井上直樹選手です。こちらの見どころはリアル怪物くんの井上直樹選手が1ラウンド早々に石渡選手を秒殺で一本勝ちするのか、それとも3ラウンドまで激闘を続け、最後に石渡選手が喧嘩ファイトで勝つのか、あっさり決まるか激闘になるのか、
こちらが見どころだと思います。願望では井上直樹選手のリアル怪物くんぶりを見たいので、井上選手の勝ちです。実際の勝利も石渡選手は1年半以上試合していないので、いきなり井上選手のリーチの長さやスピードの速さなどに戸惑い、あっさりと負けてしまうんではないかと思っています。見た目が地味なゲーマーなイケメン井上直樹選手の怪物くんぶりを見たいと思います。7試合目は朝倉海選手 VS 渡辺修斗選手です。こちらの見どころは、カイトラマンが1ラウンドで秒殺するのか、それとも渡辺修斗選手が1ラウンドを持つかどうかです。一度でも渡辺修斗選手が寝技に持ち込むことができれば、万が一ですがマジカルラブリーチョークが決まる可能性がなくにしもあらずです。願望では朝倉海選手の勝利で、実際も朝倉海選手が勝利すると思います。1ラウンドで秒殺するのか、3ラウンドで判定まで行くのか、そちらに注目したいと思います。次、8試合目、トフィックムサエフ選手 VS ホベルトサトシソウザ戦です。こちらの見どころは打撃対寝技です。ソーザー選手はここまで、そこまで強い打撃の選手と戦ったことがないのです。これが初のスーパーストライカーとの戦いです。そのスーパーストライカーの打撃に対応できるかどうかが見どころだと思います。願望ではソーザー選手の勝利です。おそらくムサイフ選手はこれで勝ち、ライト級のタイトルを奪った後はすぐに UFC に行くと思います。というのも UFC 選手が多く在籍するチームアルファメールに所属になっているからです。ムサイフ選手は勝利した後に、ライジンじゃないよ、UFC だよと叫ぶでしょう。勝利予想はムサイフ選手です。次に9試合目です。こちらは試合予想はないのですが、ヒロヤ選手の前歯の狩り歯が取れるかどうか、こちらが最大の見どころです。僕の願望としては狩り歯が取れてほしいと思います。実際の勝利予想も狩り歯が取れると予想します。次、メインイベント、朝倉未来選手 VS クレベル小池選手の戦いです。こちらの見どころは、格闘関係者の間ではかなりの割合が朝倉未来選手の勝利となっています。しかし僕は動画に上げましたが、クレベル選手が絶対に勝つと思っています。詳しくは動画をご覧ください。ここの注目ポイントは、1ラウンド始まってからクレベル選手が打撃でプレッシャーをかけれるかどうか、ここが一番のポイントだと思います。かけれるならばクレベル選手の勝利が近いと思います。逆にプレッシャーをクレベル選手がかけられてしまうと混戦模様になってくると思います。やはり見どころは朝倉未来選手がテイクダウンディフェンスを3ラウンドやりきれるかどうかです。おそらく世界レベルの選手とやるのがこれが初めてだと思いますので、ここでアナー・ミクレガーの本当の実力が測るのではないでしょうか。願望の勝利予想はクレベル小池選手の勝利です。ここで朝倉未来選手が負けることによってフェザー級戦線が混沌としてきます。非常に面白いフェザー級戦線となり、ここにまだまだ実力はないですが、萩原恭平選手や平本蓮選手、レイノア選手、そして強豪である伊佐選手、サスケ選手、真島選手などが入ってくれば、非常に面白いフェザー級の戦国状態が築かれますので、あと3年はライジンは頑張れるでしょう。また実際の勝利予想もクレベル小池選手です。おそらく格闘家のほとんどの方が朝倉未来選手を勝利予想しているのですが、要因は2つです。1つ目が朝倉未来選手に忖度をしている。2つ目がクレベル小池選手が負けたマテウス選手が朝倉未来選手と同じサウスポーで打撃が強いタイプなのですが、実はクラベル選手はこの選手に完封されてしまっています。全くいいところなく負けてしまいました。ですがこの選手は今までまだ1敗しかしておらず、その1敗も UFC デビュー戦でスプリットで負けただけですので、実質ほとんど負けてない選手です。しかも ADCC に出るぐらいのフィジカル、寝技スキルを持ってますので、ちょっとレベルが違う選手だと思っています。その選手が完封できたからといって、同じファイトスタイルのアナー・ミクレガーこと朝倉未来選手が完封できるとは僕は思っていません。ですのでクレベル小池選手の勝利を予想しました。勝利予想は以上となります。また最後に一つ、天心選手の相手
X についてですが、僕はまさかまさかのタケル選手だと予想します。そしてここでタケルの無駄遣いだろというツッコミが全国中で起こるのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。